将棋の藤井聡太竜王が王将戦七番勝負の第4局を勝ってタイトルを獲得し、史上最年少の五冠となりました。今回の王将戦で藤井竜王は渡辺明王将に挑んでいましたが、負けなしの4連勝で王将のタイトルを獲得しました。藤井竜王はこれで竜王、棋聖、王位、叡王と合わせて五冠となりました。19歳6ヶ月での五冠達成は、羽生善治九段の22歳10ヶ月を29年ぶりに更新する最年少記録で、初の10代での五冠です。